さあ、それでは次へ参ります。どうぞ。いい作品を作りたい気持ちもわかるが、世襲は素人なんだ。長三母子の例えもある。プロならそれぐらいのことは理解してもらわんとな。長三母子です。これはうまいことを言って言いくるめるという意味です。朝に3つ、夕方に4つということですね。中国で猿を飼っている人がいました。ところが餌代に困りました。そこで猿に向かってですね、どんぐりを朝3つ、夜4つでいいかと言ったら、猿がみんな嫌だと言いました。そこでですね、じゃあ朝4つ、夕方3つにするかと言ったら、猿が OK と言ったという、そういう話でございますね。つまり表現を変えることによって言いくるめるという、それがこの長三母子という言い方でございます。アメリカあたりではですね、政治家の素質はですね、不可能なことを可能のように言う、選挙の前に。そして今度は当選したら、そのことがどうしてできなかったかを国民に納得させる。それが政治家の最大の素質だと、こういう言葉がございます。ですからアメリカでも長三母子はあるわけでございますね。